はい、今年度の広場の人たち、敦子先生に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。はい、敦子先生の今年の抱負は。抱負って言いましても、私は直接、はいはい、幼稚園のお友達と関わるということはあまり少ないんです、うん、でも、会った時に、はい、幼稚園の魔法のね、はい、なんとかってありますね、はい、だから必ず、ね、きっちりご挨拶したいと思っております、はい、ですから幼稚園のお友達もちゃんとね、ご挨拶返してくだされば、 すごくその日は一日楽しくなると思います、はい、よろしくお願いします。友部幼稚園の基本ですから ね、 そうなんです。挨拶ね、3つの魔法ですね、はい、敦子先生も守っていただきますので、はい、皆さんもよろしくお願いします。はい、じゃあプライベートの方では何かありますか。プライベートですか。私はね、ちょっとの暇を見てもポッとどっか、行けたらなと思っております。はい、旅行とかですよね。そうですそうです、はい、そうです、はい、でも一番の願いはもう大きなお船に乗ってどっか遠くに行けたらと思うんですけども、やっぱりね、お仕事の関係上それはちょっと難しいかなと思って。なかなか近場のクルーズぐらいになっちゃうんですかね。そうそうそうです、そうです。はい、また暇見て行ってくる、楽しんでください。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。